おはようございます。平原拓也です。今回はですね、高知県の、沖ノ島にやってきました。この沖ノ島はですね、皆さんご存知の通り、巨大な女川がですね潜む場所として、まあ、あまりにも有名なんですけども、今回ももちろん最大の夢はそのでかい女川に会いたいっていう気持ちでやってきました。ただですね、もちろんそんな簡単な相手ではないので、いろんな条件が重なって、で、僕の運と技術とがうまく噛み合わないとチャンスがね本当にないと思います。女川だけじゃなくていろんな魚がいるところなんで、その全ての魚との出会いを目いっぱい楽しんでやりたいと思います。早速釣りします。朝一いいですね。今から1トン目です。いただきます。いつもワクワクしますねこの瞬間。ちょっとねこの1投目入れる前にね、釣りをする前に巻き餌をちょろちょろと巻いてみたら、魚がね意外と浮いてきたり全く見えなかったりちょっと繰り返してたんで、ちょ近場の浅めから、季節は1月の上旬なのでまだお腹も狙える水温だろうし、チブトも狙えるイザメにはいい状況だと思います。1投目からこんかな。潮は今ほとんど動いてないですね。魚もあんまり上の方には見えない。当たりましたね。何かコツンときましたよ。今浮き下1広半ぐらいですね。青が 1.75、 リールが3000番ですね。道糸がハードコア磯 2.5 号です。ダハリスが、パワーカーボンの 2.5 号です。潮はゆっくりと右に行ってます。あ、誰だ。来たよ、何か来れた。上っぽいですね、木が。口太かな。上来たよ、上来たよ、これ。おいで。やった。ほら来たチブトですね。早いグレとの出会いがね。これでね、今日このグレっていう魚が食ってくれる状況にあるよっていうことが早々と分かりました。ありがとうございます。35ぐらいかな。2投目ですかね。豊かな海ですね。これ見てください。これおー綺麗。はい来たー、はい来たー、最高ね。何も難しいことしてないです。手前に巻き餌を巻いて、釣りやすいところの浅い棚から順番に探ろうかなと思って1色半ぐらい。まあ気持ちいい当たりやりました。これですわ。あとーす。